原子力会の皆さん、こんにちは。まあ私もね、日々、原子力会の考え方というのをね、まあちょっとずつですけどね、勉強してるんですけど、まあ皆様方の口癖の国立会談ですね、これは前回の動画で完全に、日年一号愚法附属賞及び日三大表彰の読み方がですね、間違ってるということも指摘したということは、これが一つですね。まあ、見てない方、下に URL ね、貼り付けておきますんで、後で見ていただければよろしいんじゃないかと思います。それで、あなたたちの教科書みたいになって、基礎教学書、日蓮大聖人の仏法のところでですね、まずその大聖人を、まあ国立会談と言ってる、日光書にも言ってると、なんとかかんとかで、近代においてはですね、最初に出てくるのが、305ページですね、ついで大正以降の歴代聖人の文書を挙げると、第59世日光聖人。宗祖改ざん出世の大事たる生物名号一点交付国立会談。ここですよね、皆様方。日蓮聖宗も国立会談と言っていただけないかと。国立会談の完成を待たんのみと。まあ、あと、唯一国立会談、すなわち、大本門寺の本門階段の一箇所だけが字の階段でありて、そのことは将来に属するとか、あと、二所承認か。国立階段の建立を待ちて674年、今日に至れり、国立階段こそ本州の宿題になる。まあ、あと、日順承認の言葉とかね、確かにこれ国立階段って書いてるんですけれども、まあ、そういう発言が大っぴらにね、あったかどうか、日蓮聖宗として正式に定義づけられたかどうか、それはもう私の真似の前の話で皆様方も同じことなんでね、よくはわかりませんけれども、最初にこの出てくる第59世日光聖人が国立会談を言われたというのはですね、私ちょっと富士年表というのを持ってるんですよ。日蓮聖宗が発行している正式なんですね。あれですよ。年表ですよ。で、これね、日光聖人がご登壇された時はですね、1926年なんですね。1926年からずっと、次の日光聖人まで1928年、だから2、3年間まあご登壇されて、この時にまあそういう発言があったんでしょうね。でね、この1900、それじゃ26年の時代というのはね、どういう時代だったかっていうの、私は中学生がね、の歴史の教科書を持ってるんですよね。これ便利ですよ。アホでも分かるようにね、中学生の教科書ですから。で、1926年というのは、日本はどういう時代だったかというとですね、1926年、大正時代ですな。なんか関東大震災があったり、治安維持法が成立したりですね。あと、まあ、昭和時代になって、1931年、満州事変、515事件。から、これは1933年か。日本が国際連盟を脱退してですね、226事件とか、日中戦争、国家総動員法とかね。それから、日独伊三国同盟。そしてついに1941年太平洋戦争が始まるということで、まあその日本の軍国主義がですね、政治を支配していった時代なんですね。この時にですね、ここは重要ですよ。国中会の田中智学というのはですね、
その自分の主張する南無法蓮華経を広めたいがためにですね、軍部政府に頭を下げたっていうかね、おもぬいて、そして、彼らの都合のいい、解釈を大聖人の仏法を解釈してしまってですね、強制を拡大しようとしたわけですよ。その時に彼の思想の中に国立階段というね思想が出てきたと、まあ、その詳しい経緯っていうのはね、いろいろあったと思うんですけども、そういう中なんですよ。これで軍部政府はですね、当時の日蓮系、仏教の各宗派をですね、弾圧していったわけですね。これは皆さんよくご存知のことですよ。神道復活論ですよね。要するに日本の宗教というのは、国家神道になっちゃったわけですね。国家神道っていうのは伝統的な、神道ではないんですよ。国のために死になさい、それが兵隊さん、あなたたちの任務ですよ。そしてあなたたちは死んだら神になるというふうにね、要するに信仰でたらめな、神道を作り上げていったわけですよ。そこに乗じてですね、この国中会の思想が日本全体に広がっていったと。もちろん日蓮系ですよ。だからこれ調べたらね、出てくると思いますけども、日蓮宗とか他の日蓮系の、教団でもね、国立階段という言葉を使ってたところが当時いっぱいあったんじゃないかと思いますね。それを使わないと国家弾圧が起きるわけですね。これはまあ創価学会の人間がね、かつて、まあ今もう亡くなっちゃいましたけどね、もう誹謗中傷するのは、戦時中牧口会長が紙札を受け取らなかったので、あれどこだっけ、伊豆に行った時に、特攻警察に捕まって逮捕されて獄中で、まあ最終的に亡くなったということなんですけどね。こういう時代だったわけですよ。だからこの国中会の田中智学の考えを直接弾圧が来ないようにですね、この日照上人とか、日中上人とか使われたんだけど、もう日本は戦争に負けてですね、もうこういう言葉はもう古いっていうか、もう要するにパワーがなくなっちゃったわけですね。もうアメリカに占領されちゃって、日本は民主主義の国になってですね、信教の自由も守られる、保障される国になっちゃったわけだから、もうこのような、言葉は使わない方がいいですよというか、もう使わないようにいたしますということで、でもう使わなくなっちゃったわけですよ。当時創価学会もそうですよ。国立階段という言葉をね、私も小さい時ね、何回か聞いたことありますけど、別にまあ疑問もね、小さい時で、そんなに深くは考えなかったですけれども。まあ今こうやって検証会の協議をこう勉強していると、いろいろ思い出しますね。創価学会ではね、この国立階段説を破棄した後ね、民衆率の階段つってましたよ、確か。民衆率の階段。これの方がまだ、まあ、分かりやすいというかね、そういう感じですけれども、いずれにしても国立階段にしても民衆率の階段にしてもですね、これ間違ってるんですよ。民衆、国立というと邪衆の信徒も混じってるじゃないですか、そこに。本門寺の階段の建立はですね、検証会員の皆様方の力を借りなくともですね、日蓮宗主法華行員の相続が、力を合わせてですね、その極用でもって、まあどういう道具になるか、あるいは名称だけが変わるのか、それは私は判断できませんけどね。ということですね。もう本門、寺の階段は大石寺の法案堂ですね、ここに現存するわけですからね。日本のまあ人口の半分、検証会員が半分じゃないですよ、日蓮宗主信徒が半分ですね、ぐらい信徒になったその時がですね、王法が仏
法に名字、仏法が王法に合し、この皆さん、王法というのは王様の方でも天皇陛下の方でも勅撰密教書のことでも何もないですよ。王法というのはですね、仏以外のすべてのことですね。これを王法というわけですね。ここを誤解しないようにでないと頭の中がすっちゃかめっちゃかになってまいります。まあ、いずれにせよですね、本門会談の道具はですね、検証会でも創価学会でも、ね、既成の日蓮宗の信徒を含めず純粋に日蓮宗宗の相続によって、建立されるということですからね。そこに何の矛盾もないわけです。それともう一回念を押しますけども、この一時期ですね、2、3人か、の芸家が国立会談と言ったのはですね、これは軍部のもうすごい日蓮系教団に対しての弾圧があった時代ですから、まあ一応、顔色を伺ってですね、こういう言葉を発したと。これはすべて、本門会談の第五本尊がですね、軍部政府に取り上げられないようにしたという、まあ一つの方便ですよね。まあ、そういうものを、浅井松栄さんは取り上げて、ほらほら見てみろ、ここに書いてある、あそこに書いてあるって、まあ鬼の首を取ったようなことを言ってるわけです。そういうことにね、あなたたち騙されないように時代的背景、その時の時代背景というのがあったということでございます。まあ以上、短いですけどね、今日はこれだけにしておきます。それからね、検証会脱会したいという方はね、遠慮なくお電話ください。まあ夜中以外はね、私の携帯に、まあ伝言でもね、出られないときは残しておいていただければ。その際、どこに住んでおられる方か、それから実名ですね、お名前必ず残してください。私はね、実名で名乗らない、あるいは非通知で電話かけてくる人間、うさんくさい人間、一切相手にいたしません。そこが他に多いですよ。医者もんつけてやろうとかいうのはね、非通知通話で電話かけてくるんですけどね、一生懸命かけてきてますよ。一日に20回も30回も。なお、私、バイブにしてますからね。まあ、横でなんかブー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 言ってるなっつうか、これ学会だ。もうすぐちょんぱねしますんでね。よろしくお願いいたします。真面目にですね、話を聞きたい。真面目にやはり、最近の最高裁でのですね、検証会の敗北とか、もう完全に、最高裁からカルト教団、危険な団体ともうレテル貼られちゃいましたね。5月のあれ何日の裁判か。まあ、哀れなものでございますね。もう最高裁でカルト教団ってもう認定されたら、もうあなたたち行くとこないじゃないですか。浅井松栄さん、どこ行くんですかね。最高裁とかね、行くんですかね。あるいは検証会もああだこうだって自民党とか公明党とかまあいろいろああだこうだ言ってますけども、憲法を変えるんだったらね、検証会の政党を作ったらどうですか。それが一番いいんじゃないですか。で、公選の船だーっつって議員をね、国会に送り込んでですね、過半数取りゃですね、検証会の党が、与党になるわけですからね、国立会談でも何でもできるんじゃないですか。まあまあ、そういうことでね。まあ、私の携帯番号は 090-9626-7585。090-9626-7585 です。まあ、下のメモ欄にね、電話番号書いておきますし、あと過去の私の検証会に関する動画ですね、最近の動画も含めてですね、ご紹介しておきますので、まあ、時間あればね、ゆっくりご覧になって、脱会すると決意した方はお電話ください。じゃあまたお会いいたしましょう。